プチクラ。どうも、プチクラです。2分くらいで終わる動画です。よろしくお願いします。ターミナル駅にホームドアを設置していきます。この新第一拠点駅は2階建てとなっており、2階のホームの一部にはレッドストーン回路を用いたホームドアが設置されています。今回工事を行うのは駅の1階部分となります。まずは磨かれた安山岩を2つ置きます。そして黒のガラス板を2枚置いて、さらに磨かれた安山岩を3つ置きます。ホームの端には磨かれた安山岩を2つ置きます。最後に磨かれた安山岩のハーフブロックを重ねて置いていきます。その他、鉄格子を置いたり、ホームドアの位置に合わせてタワードレールの位置を調整します。こんな感じに仕上がりました。ホームドアを設置して少しだけ現実感が増しましたね。それでは皆さん、またお会いしましょう。